フードミディア高行ゲームズの高行です。そうしましたらですね、ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター版続きやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。今回はね、番外編ではないんですが、モノマネ師とガチで殴り合いいたします。頑張りたいなと思います。あとですね、実況は後入れ実況になります。何度も何度も戦ってはやられ、戦ってはやられって感じでやられてしまいましたので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、そうしましたら実況は後入れになります。モノマネ師ゴゴとの戦いですね。頑張りますよ。いかにね、剣の舞を出してくれるか、それがネックになっております。それをどんどん出していってもらわないとモノマネ師さんには勝てないんで、頑張っていきましょうか。一発目、およし、ナイス、一発目剣の舞、幸先いいスタートですよ。ホリー、やめてくれ、ホリー痛いっちゅうね。もう早速君たちには極意が分からなかったようなって来たよ、来たよ。出直してくるわけねえだろ、前に何回出直し食らってると思ってんね。おー、ナイス、くれる剣の前、よしよしよし、順調順調。あー、来た来た来た、寝てよ、頑張って耐えてくれ、頑張って耐えてくれ。3連打、これを乗り切ったら勝てる、もう頑張れ。よし、ナイス、ナイスで、よっしゃ倒した、オッケーオッケー、倒した倒した、やった倒したよ。もう何回やり直したと思ってんね、もう。ほうほう、よし、倒しました。オッケーオッケー。ああ、なんとか倒せましたね。これで、かけらに眠る心、モノマネ師ゲットでございます。やった、モノマネ師、イエーイ。いやー、取るの苦労しました。でも無事取れてよかったですね。はい、いかがだったでしょうか。無事、モノマネ師5個を撃破しました。まあ、運勝ちですよね。剣の舞が出て、なんとか勝てたって感じですかね。次回はいよいよ最終回になります。ラスボスとこちらもまた殴り合いになりますね。勝てるかどうか分かりませんが、皆さんよかったら見てください。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。